お腹を引っ込む体操を練習してください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、バランスボールを使ってですね、お腹をしっかり引っ込めるドローインの意識をしやすくするためにですね、バッグブリッジというのを紹介しようと思います。とっても簡単なので、ぜひね、真似してやってもらえたらと思います。これしっかりやることでドローインをね、エクササイズで使う意識ができてくるのと、あとはお尻、ハムストリング、内転筋に効きますんで、足痩せしたい人にもおすすめです。今回ね、10秒間を2回します。で、間で5秒間休みますんで、まあ、計25秒の簡単エクササイズになります。バランスボールある方はですね、ぜひ真似してやってもらえたらと思います。で、太ももにですね、ボールを挟んでやりますんで、ない方はですね、クッションまたはペットボトルを用意してもらって一緒にやりましょう。では説明します。はい、ボールの上にまず寝ます。こういう感じです。背中にボールを乗せるんではなくって、肩にボールを乗せる感じです。ちょっとね、足元の方に動いた方がいいです。で、足は90度です。で、ボールをですね、太ももにしっかり挟んで、おへその奥に意識しやすいようにボールをぎゅーっと潰してください。で、手はですね、真横にしっかり伸ばします。この状態でお腹をしっかり引っ込めてドローインをします。お腹を引っ込めるために意識するのはボールを潰します。お尻をしっかり持ち上げて、お尻を締めて10秒間キープしましょう。やっていきましょう。では10秒いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、5秒間休みます。できれば10秒間息を吐き続けてください。ではもう1回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、お疲れでした。はい、たったの25秒でしたけども、結構ですね、腰の贅肉とか、あとはお尻、内もも、内転筋、ハムストリング、あとはドローインしますんで、お腹もしっかりね、引っ込めるので腹横筋にも効きます。たったの25秒ですけども、意外とね、ギューッと筋肉を収縮させると意外ときついんで、もしバランスが悪い方もね、練習しながらチャレンジしてもらえたらと思います。で、もしぐらついちゃうっていう場合は、とりあえずボールをなしにしてもらって、足を広めにしてもらってやるとね、初めのうちはできますんで、慣れてくるとしっかりボールを間に挟んで、内転筋ギューッと、内ももをね、ギューッと力入れながらエクササイズを行ってください。ということで、今回はドローインをしっかりね、習得できる寝ながらエクササイズでした。頑張った方や勉強になった方は、よかったらグッドボタンやコメントお待ちしております。今日もご視聴ありがとうございました。